ソエルフラワーズプレゼンツ伊藤圭介のヘイウエスタン。はい、皆さんこんにちは。伊藤圭介のヘイウエスタン、10月26日金曜日になりました。こんにちは、伊藤圭介です。はい、こんにちは、平野大作です。はい、ということで、はい、もう来月11月、早いね。どうしていいか分かんないね。このスピードは止められないという感じの季節の移りゆく速さといいますか、うん、まあ、どうしようもないですけどね。どうしようもないですけどね、うん、はい、ということで、まあ、今日が10月26日金曜日ということは、はい、いよいよハロウィンの週ってこと？そうですね、うん、ハロウィンの週は、まあ、正確に言うと来週だけど、うんうんうん、週明けてすぐですね、うんうんうん、なるほどね、うん、はい、まあ、イベント的には結構だから今週末とそれから来週末とかにいろいろハロウィン並びでやったりすることが多いのかなというふうに思いますよね。やっぱ今週末かが多いんじゃないですかね、うん、そうですね、うん、あの明日明後日土日でね、そうですよね、うんうん、まあ、結構なんかゾンビなんとか大会とかさ、はい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 、結構ありますけど、うん、ゾンビなんとか大会いや、なんかあった、仮装みたいな、仮装してね、そう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 、誰が一番ゾンビかなみたいな、あ、そういうのあるんですねあるみたいですよ。そう、なんかいろんな各地で今やってるけど、僕の年齢的には世代的には、うん、全く参加したことがなくてそう、まあ、しょうがないか。そうですよね、だって最近ですもんね。そうだよね、そんなやりだしたのね。うん、さあ、それでは番組をスタートいたしましょう。この番組は浜松豊橋のお花屋さん、花風車ソイルフラワーズの提供でお送りします。ソイルフラワーズプレゼンツ伊藤圭介のヘイウエスタン。まあ、そのハロウィンに関してはですね、はい、最近すごく盛り上がってきてるなというふうな感じなので、うんうん、はい、若者たちの仮装というのも街中ですごくて、うんね、うん、そうですね、浜松も結構有楽街とかすごいですよね、うん、ですよね、うん、あの若者がみんな ね、 いろんな格好をして、うん、であまりにもすごくなりすぎて東京の渋谷では、はい、ちょっといろいろね、うんうん、あの誰、渋谷区長さんが何か言ったんだっけか、なんかね、はいはい、もうちょっと節度を持ってみたいなこと言ったら、またそれすげえみんなに叩かれたりとかもう SNS でボロクソに言われたりとか。あ、そうなんですね。そう、そんなこと言ってるから個性のない街になっちゃうんだよとかね、いろいろ言われたりしてるんですけれども、うんうん、まあ、ただ要するに人に迷惑をかけるようなことはね、そうそう、うん、あんましない方がいいんじゃないですかっていうことだと思いますけど ね、 だね、ゴミをちゃんと片付けようとかね、そう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 、どさくさに紛れて痴漢行為をしないようにとかね、うんうんうん、大丈夫ですか、うん、分かんない自信がないんだよ、ね、自信のない人はもう手のひらに痴漢はしないとかね、もう書いとくしかねえなみたいな感じなんですけれども、そう、あのどうですか、お子様方も結構イベントでハロウィンの、はい、ね、いろんな衣装仮装したりとかしますよね、うん、最近はね、うん、で幼稚園の子どもたちがそう仮装して歩いてってなんかお菓子をもらったりとか、はいはい、このポイントでお菓子がもらえますとかね、うん、よくあったりするんですけども、そうですね、大作さんところお子さんはハロウィンとかはどうなんですか。うちはね、うん、あの英会話の教室通ってるから、うん、そこで毎年ね、うん、あの子供らがそう仮装してハロウィンパーティーをやってるみたいで、うん、ほうほう、うん、でもこの間休みの日買いに行きましたもん、衣装を。あ、そうなの？ハロウィンの。あ、そうなの、うん、え、それはどういうところで、やっぱやあのドンキホーテですか。いや、イオン、イオン。じゃあ今いろんなところでやっぱりそれ用の衣装を、そうそうそう、衣装がね、あ、でね、どれにするんだって子供に選ばしたら、はい、ピカチュウのね、なんかこの着ぐるみみたいな、あの方がこれがいいって言ってそれを買ったら気に入っちゃって、うんうんうん、今毎晩それ着て寝てんの。あの大作さんのところにこう1回気に入ると毎晩そうだったりとか、うん、毎日こうだったりとか、うん、一緒に寝たりとかっていう、そういう子なのね、うん、そういう子なの。楽しいですね。あ、うん、ね、まあまあ1年生なんでね、まだまだやっぱり小さいなっていう感じですね、うんうんうん、でもあのぜひそういう子どもたちもねハロウィン楽しめたらいいなというふうに思いますけれども、そうですね、はい、うん、
さてメールいただいてますので紹介しましょうかね。はい、圭介さん、大作さん、こんにちは。こんにちは。というのは山川サバオの妹さん、ありがとうございます。ございます。10月の放送も今日がラスト、ね、ですね、うん、次回はもう11月。早いですね。まあ、我々と同じ感想をやっぱりこの方も思ってる、はい郵便局へ行ったら年賀はがきの予約をしてくださいとお願いされました。はいはいはい。でこういう声を聞くと焦るんだよねなんかね年賀状とかって結構焦ったりする。毎年予約しているので早速予約しました。さすがですね。毎年悩みの種の年賀状。あ、それでもやっぱ悩んでるね。うん。今回はどんな感じで作ろうか。困った時の富士山の写真をまた某場所へ撮影に行ってこようかな。あ、この方のお宅のあたりから割とこう富士山きれいに見えるとこ多いんじゃないかなと思いますけれどもね。いいですね。じゃあね、ちょっと清水のね美穂あたりからとかさ、いろんな撮るポイントは割と近いんじゃないでしょうかね。もう年賀状のことも考えなきゃいけない。今年も残すところ66日。ああ、そうなんだ。はい、って感じでね。365日中残りは66日という。そうですね、感じなの。ほとんど300日が過ぎた、ね、すごいね。いや、これ読んだらますますなんか焦る気持ちが出てきました。そうですね、そろそろ領収書とかいろいろちょっとまとめなきゃいかんなとかねそういういや、それはね毎月やっとけばいいんですよ。あ、なかなかできないんだよね、うん、まあね、やんないよね。財布の中にどんどん溜まっちゃったりとかさ、うんうん、これなんだっけみたいなのも出てきたりとかね、うん、そう、分かんなくなっちゃうね、後からね。これ必要経費だよねとかさ、いろいろ思いながらね、うん、だいたいね8月の、はい、僕は13日が誕生日なので、はい、それで62歳になって、うん、そこからこう年金の、申請の手続きができるんですよね。あ、いいですね、うん、でもなかなかほら、うん、平日にですね、その年金事務所に行ったりとかって、ね、うん、はい、それからまあ役所からいろいろ書類取ったり、うん、戸籍謄本取ったりとか、うんうん、それから住民票取ったりとか、うん、で去年の収入 あの証明書みたいな、はい、所得証明書みたいなものとか、はい、で結構めんどくさいんですよね、うん、あ、そうなんですね。そう、それで少しずつやりながら、うん、ようやく2ヶ月経ってですね、はい、今週の月曜日に手続き完了しましてですね、はい、本当にやっぱもらえるものは、まあ、大作さんはまだまだ先なので、まあそうですね、あんまり考えないと思うんですけど、うん、やっぱりもらえるようになったら、なるほど、うん、もらっとかないとなんかなくなっちゃったらどうしようとかね、まあ、そうですね、焦る気持ちもあり、うんうん、もらえるうちにもらっとかないとね。そうね、うん、でもね、手続き終わったでしょ。手続き終わってでもなんかそれが認められましたっていう通知が来るのは2ヶ月後なんだよね、うん、ほうほうほう。でさらにそれが来てから、うん、実際にお金が入ってくるのは50日後なんだよね、うんうん、計算するとさ、あの2月の初めぐらいになっちゃうのかなとかって。そんなかかるんですね。かかるかかる。へ、うん、まあ、その代わり支払われるのは僕の場合誕生日8月だったんで、うん、9月分からということになるので、うん、9、10、11、12、1までまとめてもらえるかなっていうふうには。そういうことか。そうそう、毎月じゃないですね、年金ってね、うん、でだからそれはもうすでに過ぎちゃったやつがどかって、うん、その時は最初入ってきて、その次からは、偶数月っていう形に、うんうん、なるので。あ、なるほど。そうなんですよ。そっかそっか。1ヶ月おきですよね、偶数月に、うんうんうん、もらうというようなことになるんですけどね。まあちょっと、まあ今このラジオ聞いてらっしゃる方はあの私よりずっと若い方が多いと思うんで全然関係ないわ俺って言われそうなんですけど、すいません、ちょっとだけ詳しくなったもんですから行ってみたくなりました。披露しました、はい、さあ、それでは、まあ、先週あの酒場放浪駅のゲスト、ね、はい、浜松徳川武将隊、ね、うん、葵組の亀姫をやっている大木咲さん、はい、シンガーソングライターでしたけども、はい、で先週はそのさきちゃんの、CD から2曲ね、うん、聞いていただきました。今回はですね、はい、浜松城で、うん、まあ、毎週日曜日の午後1時から、はい、登場するわけですよ、亀姫として、はい、ね、そのイベントの時とかに使っている、うん、曲をね、うん、ちょっと聞いていただきたいと思います。お、いいですね、はい、ということで1曲目はですね、大木咲さんで僕らの旅。
はい、今日の1曲目は大木崎さんで僕らの旅聴いていただきました、はい、先週、はい、この前ほら、うん、演習バザール、あ、そうですね、うん、崎さんのライブもあったと、はい、いうこと、そうですね、行かれた方もいらっしゃるんじゃないですかね、そうですね、うんうん、結構やっぱりこのラジオ聴いて行ってくれた方もいらっしゃると思いますけれども、はい、はい、まあ、私ちょっとすいません、いけませんでしたけれども、いや、そうなんですか、ひどいなすいません、ごめんなさい、ごめんなさい、ね、はい、でもちゃんとその前の日か前前の日ぐらいには、ああそうですね、うん、佐紀さんとお会いをしているので、そうですね、はい、うん、ね、すいませんって言っておきましたから、はい、言ってないけど言ってないけどね、言ってないけど、はい、ということで、大木佐紀さんで僕らの旅でした。伊藤圭介のへーウエスタン。ケイスケの酒場放浪壁、という酒場放浪壁は今日先ほどから申し上げておりますけれども、はい、大木崎さん2回目、うん、そうですね、うんうん、まあ、過去、まあ、一番若い最年少ゲストということでですね、はいはいはい、楽しく私たちも過ごさせていただきましたと、ね、いう、ことですけども、この番組ではいろいろ毎回ですね、いろんなジャンルのこの浜松西部を中心にですね、はい、うん、活躍されている、皆さんにね来ていただいておりまして、はい、ね、この後もどんな方がゲストに出るのか楽しみにしていただければというふうに思います。まあ、若い方から結構年配の方まで、そうですね、バランスよくね、そう、うん、今まで一番最年長は田中誠一先生でしたかね、ああそうですね、その次が志村文雄先生だったと思うんですよ、うんうんうん、まあ、この辺りは大学の先生に、はいはい、来ていただいたということで、いろいろね、また面白いお話も聞かせていただきましたけど、うんうん、はい、ということで、まあ、大木崎さんの2回目、浜松徳川武将隊葵組の亀姫としても活躍していらっしゃいますが、はいはい、今日はどんなお話を聞いたんだったかな、思い出しながら聞きたいと思います。そうですね、はい、うん、さて大作さん、今週もはんなりさんにやってきました、はい、はい、元城町アルスパーキング地下1階のはんなりさんから今週もお送りします、はい、そして今週のゲストも大木崎さんです、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、大木崎です、はい、そして先週紹介できなかった料理の勧めを、はい、金ちゃんお願いします、はい、こちらまずお作りで、はい、こちらがカツオで、はい、しめさば、メダイとなっております、うん、メダイ、はいはい、こちらメダイが10キロ超えの大きいお魚で、うん、脂が乗っててとても美味しいのでおすすめです。そうなんだ、その10キロのやつを1匹見たかったね、ね、うん、いいですね、もう2切れになっちゃってますから、はい、でこちらがそのメダイを使ったメダイのウニ醤油焼きで、あ、それもメダイだったんだね、メダイの上にウニ醤油をハケで塗って、ウニ醤油、ウニ醤油だったんですか、ウニ醤油食べちゃった食べちゃった、うん、でこちらが牛おろしポン酢です、はい、こちら牛肉は静岡育ちのサーロインで、はい、こちら静岡県のなってみますね、はい、でこちらがキノコの天ぷらの盛り合わせで、はい、こちらには松茸も入ってますので、おお、こっちがおすすめです、はい、うん、じゃあ松茸はさきちゃんにあげるよ、ありがとうございます、はい、きんちゃんありがとうございました、きんちゃんありがとう、ありがとうございます、はい、じゃあいただきながらですね、はい、またお話を伺っていきたいと思います、はい、はい、先週はね、ちょっと演習バザールの話も伺ったりとか、はい、それからさき、まあ、ちゃんの話も聞きましたけれども、うん、でも2歳からずっと、はい、もう芸能人みたいなもんだよ、いやいやいや、そんなことはないですけど、ね、うん、まあ、2歳ずっとやってますね、だって歌というかレッスンみたいなものからね、はい、2歳で歌なんか歌えるの、私はすごく話すのも早かったので、はいはい、結構歌は歌ってたんですけど、はい、その時一番最初に入ったのは、うん、近所の童謡サークルがあって、はい、本当に小さい子たちが、はい、まあ、地元の公民館でやるようなところなんですけど、うん、そこから始めて、はい、で、まあ、もう母に一生懸命歌の歌詞も教えてもらいながら、はい、やってましたね、そこが始まりです。あ、そうなんですか、はい、お母さんもやっぱり歌とかが好きで、そうですね、好きです、うん、あ、はい、なるほどね、やっぱりこう血はつながってますから、こうつながってます、ね、そうですね、うん、そう、お母さんもとってもね綺麗な方なんですよ。あ、そうなんですか。そうですよ、僕は知ってますけど、ありがとうございます
聞いててくれていいね聞いて喜んでもらえていいなと思って喜んでいると思います。そう、はい、で、まあいろんな活動をしながらやったけども、でも子どもの頃からいろんなところには出ていて、はい、放送とかそうです、ね、いろんなとこね、はい、でなんかね僕ちょっと見た時に、はい、あの一番星見つけたってさ、あなんか聞いたことあるさそう、それはさ、うん、テレビ静岡が昔からやってた番組で、はい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 、だからちびまる子ちゃんにもあのまるちゃんちがそのみんなで、うん、あの一番星見つけた出るエピソードとかもあったんですけど、たださきちゃんの年で一番星見つけたって思ったんだよね、はい、あれはスペシャルだったんだね。そうなんですよ、世代は違うんですけど、うん、はいはい、復刻版でスペシャルで一回やった時に、はい、まあ、小学校のそうですね高学年中学初めぐらいに出して応募したんですよね、はいはいはい、その時にちょうど一番星見つけたが、うんうん、出たんだね、はい、それはだからあスペシャルだから多分ねテレビ静岡の局のあの開局何年とかそういうあれもあったんじゃないかなと思うんだけど、そうですね、多分そうだと思います、ね、そう、うん、今なんか開局50年50周年だね、なんかね、やいろいろ、はい、40周年ぐらいの時じゃないですか多分、 あそうかもしれない、10年前、そうかもしれない、多分10年前ですから、うん、そうだよね、はい、そう、でその時は一番星見つけたんで、はい、一人で歌ったんですか。一人で歌いました。あそう、へ、覚えてるよく。覚えてますね、覚えてます、うん、なんかちょうどその時大塚愛さんが結構人気で、うんうん、そうですね大塚愛さんの曲を、あそうなの、カバーで歌いました。私さくらんぼみたいな感じだったの。あ それとちょっと違うんですけど、あ違う、ね、あちょっと違うんだけど、ちょっと違うんですけど、うん、はい、歌いましたね。あそうなんだ、へえ、でその結果はどんな感じだったんですか。結果は特に、まあうん、あの優勝できたわけじゃないんですけど、そうですね、楽しかったですね。すごいですね、いい思い出です、ね、そう、そこから、まあ、地元アイドルになって、まあ、最初話しましたけれども、はい、H&A でやった後にシンガーソングライターとして一人でやって、はい、MC もいろいろやり、はい、そして、徳川武将隊葵組の亀姫として、はい、今毎週日曜日の午後1時から浜松城で頑張ってるということなんですけれどもね、はい、で、まあ、大学を出てですね、はい、で、まあ、ちょっと経ちましたけれども、まだまだお若いですけども、これから先ね、はい、どんなふうなことやってみたいなっていうのはあるんですか。そうですね、うん、まあ、基本的に浜松から出るつもりはないんですけれども、浜松の発信を、うん、まあそうですね、ライブ活動、その家康くんの虎ちゃんを通してできればというのと、はい、プラス自分の目標としては、うん、あのお話しすることがすごく好きなので、うん、はい、あのいろんなイベントの MC だったりとか、うんうん、まあ、それこそラジオもやってみたいなっていう願望もありますし、そんなことを今大作さんの前で言うと、はい、俺の仕事を取られちゃうと思って来週から来週ここで言わなきゃと思いました、うわー大変なことになってしまいました。来週からお願いします、はい、大変なの本当にお願いします、まあね、はい、でもその今やってる活動の中で、うん、あのなんかね、僕写真をいろいろさきちゃんの写真を見たんだけど、うん、なんかね竜王小僧のプロジェクトもなんかかかってるみたい。そうなんですよ、いろいろとやらせていただいてるんですけども、今の浜松商工会議所と静岡文化芸術大学 の、はい、あのコラボで、はい、あの竜王小僧プロジェクトというものがありまして、はい、あの大河ドラマ同じ女子直虎の中でも描かれたキャラクターとして、はい、まあ、本当にある伝説も、まあ、地元の方もなかなか知らないと思うので、う、まあ、それもお伝えできればっていうのと、まあそうですね、人助けの精神といいますか、うん、そういうことを、まあ、小さいお子さんから、うん、まあね、地元の方もそうですけど、うん、観光で来た方にもお伝えできればということで、うん、竜宮小僧プロジェクトにも参加させていただいてます、うん、竜宮小僧はさ、だからその、はい、村の人が困ってる時にいつの間にかどっからかな、なんか知らないうちに手伝ってくれて、知らないうちに、はいはいはい、あの消え去っていくみたいな感じの謎の人なんだよね、はい、そうなんですよ、うん、はい、であれはさ、久留米の棚田の方の、はい、
ところですよね、龍虎山市っていうのは。久留米の棚田のにある伝説、本当にある伝説ですね、うん、でもいそうですよね、あのねいや現場に行くとね、いやそうなんですよ、いやなんかいやここ本当に龍虎山来てくれそうみたいな感じが、いやあの辺座ってんじゃないの、行かれましたか、行きました行きました、うん、行きました行きました、本当に空気も澄んでて、そう、すごい素敵なところですね、素晴らしいところですよ、まあ、行くのにはねそこそこそれなりにあの時間はかかりますけど、そんな近いところじゃないんで、ちょっと歩かないといけない、いやあと 車はでも割と近いところまあ行けるかな、はい、でも歩くけどね、途中からは歩かないといけないですね、そうで、まあでも素晴らしいところだと思いますね、そうですね、うん、なんで龍宮小僧っていうんですか、龍宮小僧自体はまあそのですねちょっと待ってくださいねなんで龍宮ごめんなさい ね、 今急にだから龍宮ってさ龍宮城みたいな、龍宮城って海のイメージ、浦島太郎みたいな、そうそうそう、意外と山の方の山、ね、なので久留米駅のところに流れる川があるんですけど、うん、まあ、そこから、まあ、大きな淵の中から出てきた小僧がいて、うん、それが龍宮小僧なんですけど、うん、まあ、知らない時にこう出てきて、それこそ手助けもしてくれて帰ってっていうのが何度か続いて、うん、で村人たちがその小僧を慕って本当にありがとうということで、うん、まあお食事をご馳走したんですけど、はい、まあ、龍宮小僧にはあの、うん、毒となるタデ汁があって、はい、タデ汁を間違えて飲んでしまって死んじゃうって、亡くなってしまう、めちゃめちゃねあのシビアなねかわいそうな話なんだよ、そうなんですよ、龍宮小僧の話ははい、亡くなってしまうんですけど、うん、まあ、そこからあの、うん、亡くなった時に、うん、そのまあ、宮古座川のその淵の下に、うん、あの、まあ、葬ってくれっていうことを、うん、まあ、が遺言というかあったので、うんうん、それでその通りにこう村人たちはして、うんうん、でそしたらそこからあの水が流れてきて、うんうん、そうですね、そこから、うん、川の水源と今もなって、うん、棚田をあの潤しているっていうことで、うん、龍宮小僧っていうふうに呼ばれています、なんていうの、龍宮小僧はね、はい、そうやって間違ってなんか自分の体に悪いものを食べさせられて死んじゃうんだけど、はいはい、でもその村の人のためにですね、そうなんです、死んでからも役に立つ、やっ立ってくれるっていうか、なんていい人なんだ、なんていい人なんだ、本当にもう善でしかない、そうですよね、存在、だからいい話なんですよ、そういう意味では、はい、うん、はい、だから普通だとちょっとなんかかわいそうなと思うんだけど、うん、かわいそうな部分でもありますけど、うん、そう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 、まあ、そこからね今の棚田を、うん、そうだよね、あの作ってくれてるので、でも本当にねあそこの綺麗な、ね、棚田のところを見ると、はい、あの自然の中で、うん、で、うん、人がその耕すというか田んぼきれいにしてこう作っていくっていう、うん、その自然の中の人との自然との関わりっていうのは、うん、まさにこう、うん、多分龍宮小僧っていうのはそういう自然の一部なのかもしれないし、そうですね、ね、うん、でもそこに住んでいる村人のためにっていうことではね、なんかすごいいい話だと思いますけどね、はい、うん、ですね、そう、そのプロジェクトっていうのはだからそのあんまり明らかに、逆に龍宮小僧謎の人なんで、そうなんです、あんまりあの明らかにできない部分っていうのもあったりするんですよね、なかなか、まあね、知らない時に来て、うん、知らない間に帰って手助けをしてくれる存在なので、神出、ね、鬼没なので、うん、あ、まあ、どこに出てくるかとかは何も言えないんですけども、言えないよね、はい、告知はできないですよ、ね、そうなんですよ、告知はできないんですけども、うん、まあ、ふっと来るみたいな、やっぱり浜松のどこかで、うん、街中もそうですし、でそれこそあの、うん、棚田の方にも行くこともあるかもあるかもしれないし、うん、その時にあの龍宮小僧は龍宮小僧しかないから、はい、ただミッキーマウスがミッキーマウスでしかないように、そういうことですね、そう、あ、そっか、龍宮小僧が、龍宮小僧は一人しかいない、ね、そうそうそう、うん、龍宮小僧って言ってあげないといけないんですよ、あの、あ、そういうことね、あ、この人だったそれはダメだ、ダメです、ダメです、それはダメだ、それはダメ、龍宮小僧さんですよね、うん、そうそう、って言わなきゃいけない、それが正解です、そうだよね、はい、そうあそこの棚田の上のなんかやぶみたいなちょっと林の中にね、はい、龍宮小僧の祠っていうかなんかあるんだよね、はい、そう、そう、でも本当にいいとこで、なんかね
あの辺はリュウグウ小僧もいるし、はい、あのまっすぐさ、あのなんていうの、新宿の方にさ、ずっと国道の257号を登っていったのさ、はいはい、なんかあの座敷わらしが出るお店とかさあったりするんだよ。へ、知らなかった。知らないよ。私は俺行った時にさ、ちっちゃい子供がいっぱいいてさ、本当何人もいるんだよ。で、はい、お母さんたちが連れてきてるんだけど、ああそれは本物の子供ね。そうだけど、このうちの一人が雑誌嵐じゃねえのってちょっと思った。うん、もしかしたら一人ぐらい、うん、そうかもしれない、混ざってるかもしれないですね。だから本当 の、 あのお母さんたちが連れてきた子供よりも、うん、人数が一人多かったかもしれないっていう感じはした。それはただのおかっぱの子供じゃない。それは、うん、でもね、なんていうんですかね、その、稲佐のその奥のところっていうのは、はい、いろんな本当に山あいの自然がすごく残っているところなので、そうですね、そういうことがねあってもね、なんか納得できちゃうような場所だなっていうのも、うん、そうなんですよね。そう、もうでもね、そういうその山あいのことからこう、まあ、浜松城近辺のことから、はい、もういっぱい勉強ができて、そうですね、うん、結構いろんな話を覚えるとまた楽しいんじゃないかなと思いますけどね。楽しいですね。でこそ、まあ、浜松の地元の方も、はい、地元のこと知らないことたくさんあると思うので、う、まあ、そういうことが、ね、お伝えできればと思いますし、なんかそれで他の方に、まあ、その人が知ったことをまた他の方に伝えてくれれば、どん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 広がっていくと思いますし、もっと地元が好きになると思います。私もこうやってお仕事させていただくようになってから、もっともっと浜松の地元のことが大好きになりましたね。そうですね、素晴らしいね。そうだからね、結構あの僕たち天竜浜名湖鉄道を使って、はい、こうちょっと貸し切ってね、はい、イベントがここ2年やってるんですけど、で、そういう場所もこう面白い話がいっぱいあったりするんで、どんどんね、そのこの浜松エリアってアピールできるものって、はいはい、まだまだいっぱいあるんで ね、 うん、すごい楽しい、そうですね、発見できることがいっぱいあって、うん、そうそうそう、知らないこといっぱいありますからね、うん、あるね、うんうん、知らないことの方がむしろ多分ね、まだ多い、多い、多いかなと思うね、うんうん、うん、そう、あの徳川のその武将と亀姫やるときって、はい、あのなんていうの、あの服装がかっこいいじゃないですか。そうですね、甲冑の格好をして、ね、はい、あれ自分で着るの？あ、そうです、うん、まあ、でも私の、あの甲冑は本物ではないんですけれども、うん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 、まあ、もうちょっと軽くなったもので、うんうんうん、まあ、少し結んでもらうのはやってもらわないといけないことはあるんですけど、うんうん、基本的にはもうほぼ自分で着て、もうすごく勇ましくてね。そうですね、あの格好を着ると私もちょっと背筋がスッとなりますね。すごくいい写真が多いのはそういうことかなと思うんだけど、はい、あの、うん、そう、亀姫やってる時はめちゃめちゃ凛々しい感じもなるし、雰囲気も全く違うと思いますね。亀姫、亀姫言いますけど、はい、何ですか亀姫。亀姫だから、あれ最初言わなかったっけ、先週言いました。言いました、言いました。家康の娘ですよ、うん、はい、徳川家康公の長女です。長女、うん、そう、それでだって奥平家に嫁いだって僕そこまで言いました、先週、はい、多分。あれあれ放送で言ってる、いや放送前かな、ごちゃごちゃになってるかもしれないですね。、うん、じゃあ改めて放送中に今言いましたけど、まあ、そういうことです。奥平と奥美川の、なんだろう、漁師は黒人漁師なんですけど、はい、まあ、そこにね、嫁がせるわけですけれども、だからすごく亀姫って優秀な人で、はい、そこを盛り立てていくっていう、その特に奥美川とかその遠州の要するに北縁とかあの辺りっていうのは全部その奥様方がかなり、あのネットワークを作って支えたっていうのが、まあ一つ、まあ、女上司もつながるけども、彼女は直虎は別に嫁いではいませんけれども、他の人たちは全部そこのつながりで家を守っていくっていうかね、そういうところがあるんですよ。だから亀姫はその一人でもあるとは思うんです。それはもっと大きい徳川の家ってことにもなるんだけれども、強い女性の一人ですよね。そうですよね、うん、だからこうなんかその今の時代特にそういう、はい、その歴史上の昔はあんまり女性の名前っていうのは
記録もされてないんだけれども、はい、でも素晴らしい人がいっぱいいたんだっていうのを、まあ、直虎の話をきっかけにね、いろいろ出てきたらいいなって思いますよね、うん、男だけのそのまあ、本当に日本だってずっと男社会と言われてるけど、そうですね、そう戦国時代だってそうじゃないんだよっていうのをちょっとやれると面白いなと思いますけどね、うん、ちょっと磯田先生呼んできてほしいですね。あのもっともっと深い話を、ね、面白く話してくださると思うので、うん、もう独演会になっちゃうからね。もうそ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 う、講師料を取られちゃうと思います、ね、うん、でもまあ、楽しいね、こういろいろね、そういう話ができるとね、はい、うん、徳川武将隊っていうのはそれぞれ何名でやってるんですか。ですね、まあ、人数はまた不定期で、まあ、その時その時で変わってはくるんですけど、一応浜松徳川武将隊の中に三編成ありまして、うんうん、まあ、私が、亀姫として入っているのは葵組、はい、でもう一つが盾の演舞をしている盾部隊、うんうん、あ と、太鼓部隊で演奏をする三編成でやっています。それは、まあ、それぞれの活動と、はい、あと全部が割と一緒にのイベントに出るとかっていうのと、そうですね、うん、定期登場の毎週日曜日に行っているのは基本的に私たちの葵組プラス家康君直虎ちゃんと縦舞台の演舞は私たちが終わった後1時40分ぐらいからやっています。なるほど、ね、はい、で大きなイベントごととかには、うん、あの太鼓舞台の皆さんも一緒に来て、うん、一緒に演奏をしてもっと迫力のあるステージになります。なるほどね、そうなんだ。そうすると、大木咲ちゃんの場合はもう直虎ちゃんと家康くんと、はい、一緒に過ごしてる時間が一番長いから、ね、うん、そうですね、家族の次に、うん、ああそうか、親友みたいな感じですね。ね、もうだからそういう意味ではすっかりこうなんか馴染んだ感じでもうやれてるっていうことですもんね。うん、これからもそのなんていうんですかね、葵組っていうことでそのだんだんほら先週言ったお客さんが増えてってるっていうようなことを言ってました、はい、で、まあ、増えてってる以上はもうずっとこれは やり続けなきゃいかんっていう感じ。本当にそうですね、うん、まあ、このお客さんが増えたことで終わってはいけないとは思っているので、うんうん、そこからどうつなげていくかが大事だと思うので、はいはい、うん、そこから浜松に来てくださる方をもっともっと増やして、うん、まあ、浜松に住んで、ね、うん、くれる方も、はい、まあ、そこから増えればいいなと思いますし、 そうですね、まあ、そこから一人一人浜松の地元の方が一人一人が浜松の発信ができるようにつながっていけば、はいはい、一番いいのかなとは思いますね。そうね、今一番いいこと言ったと思います、ね、そういうね、一人一人が発信する、今、うん、一人一人が発信できるじゃないですか、うん、いっぱい、はい、SNS も、うん、そうなんですよ、近くにみんなありますね、うん、それがすごく大事なんで、うん、はい、そうですね、そうそう、うん、街をこう盛り上げていくためには、うん、そういう輪を広げていくっていうことだと思うんですね、うん、はい、そう、みんなあそこの人たちがこうやってるから自分たちはこう見てればいいとか、そうですね、そういうことはなくて、うん、見て面白いんだったらすぐこう発信してくれるっていう人がいるとね、全然変わる、ね、変わります。そうそうそう、シティプロモーションみたいなことっていうのは、はい、いろんな街で全国的にやってるけれども、うん、でそれを大きくしていくのは市民と一緒にとか ね、そこに来た一人一人が一緒に何かやってくれるかどうかっていうことだと思うんですよね。そうそう、だこの番組もそうですもんね、はい、そもそもこのヘイウエスタン、ヘイウエスタン、ヘイウエスタン、うん、そうですよ、もう浜松、うん、静岡県の西部から情報を発信していこうという、はい、そうそう、うん、そう、始めた番組なんで、そう、だからウエスタンなんですけどね、ウエスタン、うん、はい、はい、そうです、もうそろそろ表彰してもらってもいいじゃないですか、市から浜松市からまだでしょう、ダメ、まだダメ、まあ結構ね、うん、もうちょっとゲスト一覧をまとめてみたけど、はい、なかなか、ね、まあ、結構大したもんだな、そうですよね大したもんだなってちょっと思っちゃいましたけどね、本当に貢献されてる方ばかりですからね、そうですそう、いろんなジャンルの ね、 そうですよね、いろんなジャンルの方が、うん、来てくださっているので、うん、まあ、これからもねなんとかね皆さんにいろんな方に集まって、うん、来ていただいてお話をしてもらいたいなと思ってますね、うん、で今例えばこの FM ハローの電波
ていうのはコミュニティ FM ですからエリア的には限られてますけども、はい、ただやっぱりアプリで聞けたりとか、うん、いろんな地域でも聞けるじゃないですか。そうだからそこでそういうこともPR しながらアピールしながらね、うんうん、広げていければいいかなと思ってますけどね、はい、そうだからまたねあのサキちゃんにもね来てもらってね、ぜひあのねぜひぜひそう、うん、あの生でなんかね生で何をしますか生で歌ってもらうとかですね、とかね、そのいいですね、葵組の皆さん来てもらう、はい、葵組の皆さんだからさきちゃん以外は家康くんと直虎ちゃんだから誰も喋れないんですよあの人って喋れないんで家康くんは喋るでしょ。あ、まあ、家康くんはあの兜をかぶった時は喋られ、うん、被った時は出るんですけど、うんまあ、基本的には喋らないので、うんうん、そうまたちょっと喋るといろいろあれか、はい、だから結局は私が喋ることになってしまうんですけど、ね、うん、うん、カブトをかぶった時はなんか目玉のおじみたいな声でちょっと、うん、あですよね、うん、だからまた別途いろいろ発生するってこと、うん、あそりゃそうなんですよ、まあ、そこは深井そうですよ、まあ、いいで大丈夫です、うん、なんかだからあのサキちゃんゲストで来てもらった時に、はい、勝手に家康くんがついてきたみたいな感じになればね、別にしょうがないついてきちゃったんだよって言って、まあ、親友なのでもしかしたらそういうこともあるかもしれない、まあ、ありがたいですよね、はい、うん、で本当にあのこれからもねサキちゃんにはいろいろやっぱりもう地元の浜松のそして、はい、まあ、我々もずっと未来が長い、はい、あの人ですから、はい、頑張ってもらいたいなというふうに思います、うん、ね、ご自身の希望としてはやっぱりここ今のやってることをどんどんもっとこうやっていきたいみたいなところで、ね、そうですね、うん、今はいろんな方の力を借りてやっている身なので、うんうん、そこがもう自分の力で発信していけるような風になっていきたいなと思います、うんうんうん、大丈夫です、はい、もうMC バッチリなんで、いやいやいや、そう本当にもうね、あんま上手くなかったらアナウンスアカデミー来ればって誘っちゃうとこだったんですけど、今ね、そうそれはちょっとね、うん、もうね、うん、なんなら本当来週水曜日収録なんで、あ、はい、わかりました。ちょっとマジで僕も生活かかってるんでちょっと勘弁してくださいよ。来週からよろしくお願いします。お願いします。まあでも本当にあの、まあ、女性が入るとね華やかにもなりますね、うん、本当にね、うん、今日は本当に良かったですね、うん、先週今週と2週にわたって、はいはい、徳川武将隊葵組亀姫の大木咲ちゃん、そしてシンガーソングライターの大木咲ちゃんに来ていただきました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、大木咲ちゃんの2回目来ていただきましたけれども、はい、ね、酒場放浪壁、酒場放浪壁っていうタイトルには、はい、ちょっとまだあの合わない、うーん、合わないことはないですけど、なんか、ね、酒場放浪壁ってなんか、うん、あのすごいブラブラしてるおっさんみたいな感じのタイトルだからさいやでもさ今若い子でもさ、うん、意外とねそういうとこ来たりしてるから、はい、みんな、うんうん、いいじゃないですか僕はいいな、その方が、そう、うん、僕はいいな、 僕は遊んでもらえると思ってちゃダメだよ何を言ってるのっていう感じなんだけど、はい、ということで先週今週にわたりましてですね、はい、浜松徳川武将隊亀姫、大木咲さんシンガーソングライターとしても活躍中でございますけれども、うんうん、まあ、彼女にね来ていただいていろいろ話をしてもらいました、はい、そんな中で、はい、あの浜松城でのその、はい、活動っていうのが、まあ、一つ今彼女の軸になってると思うんですけれども、うん、はい、はい、そこで使われている曲を、うん、そこで使われているというかまあやっぱりこれだよねっていう曲を、あ、そうですね、聞いていただきたいと思います、うんうん、はい、浜松出世音頭、はあ、あ、あ、浜松おいでおいで、一度はおいで、ポン、餃子にフグと、あっさりにみかん、しらすにお茶で、腹を満たして胸を張れ、顔を上げて名を上げろ、花の出世街道春近し、出世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 や、出世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 、出世はみんなの憧れよ。踊る方には出世気取りじゃ、さあ踊れ踊れ、はあ、あ、あ、浜松おいでおいで、ソエルフラワーズプレゼンツ伊藤圭介のヘイウエスタン
花風知恵袋ということで、はい、今週もですね来てますか、メールいただいておりますが、伊藤圭介ラボさん、毎週ありがとうございます、はい、ありがとうございます。圭介さん、大作さん、こんにちは。こんにちは。夏の寝室エアコン設定温度問題に続いてもうあったね、すごいね。そうだよね。でもう一つ問題勃発しました。はい、はい、何でしょう。トイレが夫婦不仲の原因に便座問題です。便座問題、ね、座って用を足してほしい。あ、ほんほん。床への飛び散り、何も分かってくれないんです。絶対飛び散ってないという旦那掃除をするのは私。お二人はご自宅ではどうしてますか。何か言われますか。教えて花風さんということなんですけどあのそうですね、これって結構最近多い問題かもしれないですけれども、いわゆる男性の場合は、タッチオンしたいっていう、立ってする、でも、飛び散るから便座に座ってしてよっていうふうなことを言われると思うんですが、大作さんはどうしてますか。僕ね、うちでは座ってる。あ、うちでは、うちではね、一緒だね、大体ね。僕もね、そう、家では座るようになったね。そう、僕もね、なった。なった。最初はやっぱちょっと違ってて、で結構言われて、で、なんか あそこのうちのね、旦那さんはね、座ってしてるっていうのはいろいろ比べられて言われたりとかするとすごいね、そんな話をするんですね、そう、近所でね。近所でね。嫌ですね、主婦の会話もね。うちの旦那座ってしてるんですよ、ね、そんな話するのか、スーパーとかでね。本当だよ。で、まあ、でもまあ、ね、やっぱり座るかっていう感じだって。で、まあ、外の場合ですね、はいはいはい、ちょっとまあ、便座の清潔感に不信感を持ってたりとかすると、あんま座りたくないっていうのもあるじゃないですか。そうですね、そこはね。それと、ズボンを下ろすのがめんどくさいっていうのもあると思うんですよね。そうですね。せっかく社会の的があるんだからみたいな使わないと、ね、使わない、なんでベルトを外してずらして吸わなきゃいけないって、うちならいいけどね、落ち着いてやるんだけど、でも外でさ、こんなところでとかと思うし、そうだからね、僕ね、また子供の話になるけど、まだうちの子が小さい頃に、幼稚園の先生にね、お父さんお家では立っておしっこしてますかって聞かれたの。あららららで、結局ね、要は子供がそれを見てないから、立っておしっこができない、幼稚園で。あ、なるほど。うちの子がね。あ、そうか、あ、だからなるべくね、家でね、立ってそれを見せてくださいっていうの、子供に仕方を。あ、そうだ、立ち小便を覚えさせる、覚えさせなきゃいけないんだって。あ、幼稚園のトイレ事情っていうこともあるのかね、それは。そうそう、だから幼稚園はあの、ちっちゃなね、背の低い、男子、トイレ、小便器、みたいで、みんな立ってするんだけど、だからね、うちの子がそれができなかったらしくて、ちっちゃい頃、そういうことがあるんだなと思ってね。お父さんがお手本を見せろと家で。そうなの。そうなの。教えたもんだから。そうか。ただもう最初からね、その、じゃあ、あの便座の例えばお店のトイレなんかでも、その最初からこう縦長のさ、まあ、立ってする用の男子専用の、トイレだったら、もう当然座るとこもないわけだから、立ってするんでね、で、まあ、両方できないといけないんだよね、子供もね、結局は。まあね、結局そうそうそう、そうだね、できるようになってからならね、どっちでもいいんだけど。さあ、そう、お店でね、その立ってするところで、あのドアがなくてさ、のれんだけが降りてるところとかあるじゃないですか。ありますね、そういうお店ね。で、なんか後ろからさ、勘違いしてさ膝かっくんするような人がいたりするんだよね。それはひどい、それはひどいよ。誰そんなことするの。知ってるよそう、あれはね、危ないからやめた方がいいですね。やめた方がいいですよ、危険、危険、危険だよ。しかもって、あの普段ね、だってそう、一番さ、一人だと思って知ってるわけだから、それしかも放尿中なんで、それで膝かっくんがやられて、前にカクンって本当につんのめって、なんかどっかぶつけたりとかね、危なかったり、それこそおしっこがあちこちに飛び散ってしまったりとか、ズボンにくっついてしまって、それでしかもそれがですよ、人違いだったりすると、大変なことで、友達に膝かっくんにするまだそうじゃないっていう時はもう、目も当てられない、大変なことになりますよ、で、なんか一目散逃げたって話を聞いてますけど、ね、走って逃げた走って逃げたっていう話、よその店に逃げたっていう話だからね本当に。まあ
やっぱり大人げない行動はなるべくしないということですよね。大人ですからね、みんなね、はい、うん、ちょっと全然違うあのトイレの話になってしまいましたけどもう一つ違うトイレの話をするとですね、はい、最近のね、やっぱトイレ、やっぱり普通なんていうの、腰掛けて座るじゃないですか、はい、あの要するに台はさ、当然、うん、大体そうでしょ、うん、でも、うん、いろんな公共の施設とかでも、はい、そうじゃなくて、うん、しゃがまなきゃなんねっていう、あ、はいはいはい、もう我が家でも使ってないし、うん、もう大抵もう変わっちゃって、うん、便座に腰掛けて用を足すっていうのが普通になってきた時代にですね、はい、うん、しゃがむしかない、うん、和式しかないっていうと、うんうん、俺はなんかずっとそういうことしてなかったもんですから、はいはいはい、一回しゃがむと、うん、立ち上がれねえ立ち上がれない。前になんかこう棒みたいなのがあってさ、捕まえるところがあったりするとさ、うん、まだいいんだけどそれは支えになるんだけどさ、うんうんうん、すごい辛いよね。そうですね。なんかまるでほらなんていうのかな、あのスキーのジャンプの選手がさ飛ぶ前の姿勢みたいな感じで、そのぐらいならいいんだけど、それがペタってなっちゃった場合、うん、もう立ち上がれない。もうね、もうジャンプはできないみたいな感じになっちゃうんだよね。なんで未だにああいうトイレがあるのかなっていうの。そうです。たまにありますね。あるあるある。そう。段になってるやつもあるね、お店で。あ、ちょっとね、段になって立ってできるんだけど、うんうんうん、あの台の場合は上に上がってしゃがめっていうやつもあるよね、うんうん、あ、なかなか落ち着かないですよね、今になっては落ち着かないね、今になるとね、うんうんうん、やっぱ、ね、ショーの方はようやく最近は我々大作さん僕も座ってするようにはなってきたんだけれども、うんうんうん、でも台の場合はもうとっくにずっと座ってやってるか、まあ、もちろん腰掛けてやってるから、うんうん、しゃがめないんだよね。ね、うん、本当ですよ。なんだか今日年取った話ばっかしてますね。あ、そうだね。年金もらったりね、まあ、しょうがないじゃん、立ち上がれなくなったりね、もう年金じじいと言ってくださいそう、だからまあ我々はですね、このあのカフー知恵袋のお答えとしてはですね、はい、旦那さんに懇切丁寧に説明し、うん、今ラジオに出ていた2人も、うん、ちゃんとうちであの便座に座っておしっこしてますということをですね、うんうん、言ってください、旦那さんに。そうですよね、うん、その方が落ち着くよっていうのも言ってあげてください。表ではどうでもいいですけど、そう、万が一におしっこしてて大きい方もしたくなったらそのままできるからね。なるほどね、そのままできるから、ね、座ってると、うん、あ、おしっこしていて大きい方もしたくなった時に、うんうん、立ち小便の時にはあのもう一回一回なんかし、そうそう、しまったりするような、ね、形になりながらズボンもパンツも下ろして、うん、そうそうそう、もう一回座ってしなきゃいけないっていう、うんうん、あ、そう、それめんどくさいよ ね。じゃあ最初から座ってればいいんだよ。そうそうそう、ね、うん、ということもですね、旦那さんに伝えていただきたいというふうに思います。はいはい、お分かりでしょうか。はい、伊藤圭介ラブさん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。なかなかここのうちの旦那さんもあれだ ね、クラシックな感じのタイプの方なんでしょう ね、まあ、そうですね、昔ながらのね、うん、だってこの前のなんだっけ、あのなんで熱が出てるのになんかご飯も何も、うん、スーパーもコンビニもあるのに、はいはいはい、ね、ご飯はどうするのみたいな感じで、ね、うんうんうん、旦那さんも本当に自分じゃ何もしないという、なんかもう波平さんみたいな人だな。波平さん波平さんのさ年はさ、うん、54かそこらなんだよね。嘘、そんな若いの。そうだよ、だって波平さんの時は定年が55歳だから、波平さんそのぐらいですよ。へ、俺より7つも下若いの、うん、7つも8つも若い、うん、信じられないでしょ、ね、それを思うと、あ、ほら髪の毛いっぱいあるわって思うもん、うんうん、よかったですねそんなところで比べてもしょうがないんだけどそう、ということで皆さんからはですね、いろいろ花粉症袋に、はい、どんなもう質問でも結構でございますので、はいはい、どんなお悩みでも、うんうん、いいです。もうあのさっき出世温度をかけましたけども、はいはい、あの実際出世してる人がたまたま近くにいて、昨日なんかカウンターで座っている、うん、あのお客さんの中で飲んでたんですけど、私一人だけ別にただの人で、あと他の3人はね一応社長だったんだけど、喋ってる話は全くの下ネタでした。そうだ、はい、どんな下ネタいやちょっと放送ではちょっと言えないわ、やっぱり、ね、ちょっとあまりにも俺もショックだった。なんだよね、男3人カウンターに並んでね、うん、そんな話をするってね、本当に、うんうん、情けないというか、しかもちょっとアブノーマルだったんで、
ちょっとね、あまりにも、言えないなという感じがしました、はい。ということで何でも結構です。そういうアブノーマルな相談でも結構でございますので、適当に答えますから、花粉知恵袋をお待ちしております。そしてもう一つ、ここのところなかなかあの皆さんから、お花のプレゼントの係に、メールをいただいてないんですけれども、この番組では毎週お一人の方にね、お花をプレゼントしています、それはあのご自分でも結構です、それから花を送りたい人 ね、はい、そうですね、今度あの人お誕生日なんで、ぜひこの日に送ってくださいっていう、そういうメールでも結構でございます、ただしあの範囲がですね、旧浜松市内、旧浜松市内、それから豊橋市内ということになってますんで、ぜひよろしくお願いします、でメールアドレスなんですけれども、花風知恵袋それからお花のプレゼントも、両方ともですね、hey@はいはいはいらない hey@fmharo.co.jp です。 hey@ fmharo.co.jp でお待ちしております。はい、どしどしお寄せください。お寄せください。はい。さあ、花風車さんからのお知らせ、今日10月26日金曜日ですけども、何かございますか。そうですね。いよいよハロウィンなんでね。はい。明日から、豊橋のソイルフラワーズ、ショップの方ではね、ハロウィンイベントを開催しますので、あの小さなお子さん仮装してきてくれたらお菓子プレゼントしますんで、ぜひ遊びに来てください。はい、っていうのと、あと同じくね、明日から浜松の駅前、キタラと、あと空もでね、常葉大学の学生さんたちによるハロウィンフェスティバルが開催されまして、うちの会社、お店でね、協賛させていただいてますんで、どっかにね、キタラかな、駅前の、それこそこの番組の看板が出てますんで、素晴らしい、ヘイ、ウエスタン、そうそうそう、ね、出てるんで、誰かね、行った人、写真撮ってきてほしいんですよ。あ社長も行きなよ行ければ行くんだけど、うんね、行けるか分かんないから、誰かちょうど駅用事あったりとかね、して駅前行ったらちょっとね、写真撮っといて、ステージの、多分あるから看板が、ね、ということでね、ぜひお出かけください、はい。豊橋のソイルフラワーズの方もですね、のハロウィンイベント、もう浜松からもぜひお出かけいただきたいと思います。本当にあのね、絶対あの騙されたと思って、あの向かいのラーメン屋さんで食べた、ね、もうどこの宣伝してるかわからなくなるけどね、でもあそこ美味しいよね、美味しい、絶対列作ってるから、絶対その待ってる間に、あのちょっと大作さんのソイルフラワーズちょっと顔出すことが、ね、できるんで、食べ終わったらまたゆっくりと寄っていただいてですね、ハロウィンイベントにも参加していただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、お時間の方はだんだんなくなってきましたけども、これで10月の放送がね、もう終わりということで、そうですね、あっという間にもう晩秋、11月、本当に秋だ、で11月なんかもう本当にあっという間に過ぎちゃうから、つまりもう年内2ヶ月しかないけれども、63日でしたっけ、そうですね、もうでもね、66日か、でも66日って本当にあっという間なんで、皆さんもね、いろんな準備をしなきゃならない、そうです、ね、季節にはなってきたんで、そうですね、もう頑張って支度をしていただきたいというふうに思います、ということで、来週のですね、酒場放浪壁のゲストなんですけれども、磐田市の玉華堂さん、お菓子のあの有名なね、そうそうそう、もうシュークリームとかですね、プリンね、あ、プリンね、そうそう、それから味噌まんね、それからクリーム塩、これはもう素晴らしいと思いますので、玉華堂さんの代表取締役、鈴木さんにですね、鈴木義成さん来ていただくということになっておりますので、どうぞ楽しみですね、楽しみにしていただきたいと思います、ではまた来週です。この番組は、ごめんなさいこの番組は、浜松豊橋のお花屋さん、花風車ソイルフラワーズの提供でお送りしました。さよなら、さよなら。